日本の大企業の大半って古い体質のところが多いと思うので世界の波に遅れやすいし多くの人たちがやってるくだらない仕事は全廃されます SNS がもたらした価値の創造っていうものが、はい、ここにきてまた飛躍,しあの飛躍的に広がっていってるというふうに感じる部分があって。 割とこう、リセッションしてるように見えて、すぐ次の波が来るのかなと。僕の仮説は、その、周期が短くなってるなと思ったんですよ。うん、例えば、日本の土地バブルからこう回復するのに何十年かかりましたみたいな世界が、2年経ったら元に戻ってるみたいな。元以上になってるみたいな。 まあ確かに景気のサイクルそういう面もありますね。そういう今おっしゃってたようなそのテクノロジーとか SNS とかにある構造変化がどこまで影響してるのかとか、私にはちょっとょ正直想像もつかないんですけども、まあた,ただまああの経済サイクルとかさておきおっしゃってるようなオープンソースとかオープンイノベーションの度合いってこの数年でほんと変わってるんでしょうね。で今みたいな最先端の、最先端のテクノロジーだけじゃなくて、例えば原始的なビジネススキルとか、あのどうやってこう仕事の力を上げていくのか的なことも、やっぱりあっちこっちでこう 語られるるようになってきてききし人脈の築き方とかですねそういうのって10年前、15年前ではなかなかなかったように思うんですよね。その点で言うと、うん、一般的なそのビジネスパーソンとして言っても、人脈を囲い込んだり、ノウハウを囲い込んで、他には真似ない。 真似できないことをすることによって自分は活躍していこうみたいなのが10年前、20年前までは結構日本人の中にあったと思うんですけど、なんかオープンソースになっていっちゃうと、みんなどんどん、あの、ネタ言っちゃうので、なんかそ囲い込みがもう通用しない時代にだいぶなってきてんじゃないのかなっていう気はしますよね。ギブギブギブ,ギブみたいにしていく人の方がむしろいろんなものが広がっていくような気がして。あるんですよ。なんでも。なんかネット上に全部もう落ちてるんで。 それ拾うだけでも相当得をするんですけど、そういうふうには考えない人が多いですね。やっぱり日本人ってこう、保守的というか、過去の成功体験に縛られる人って多分多い気がするので、で特にやっぱり40代、50代、60代って一気にこう、発想転換できないところもあるので、長いことその、そういう大企業的なところに関わってこなかったんで、ツイッターとかでも JTC、ジャパニーズトラディショナルカンパニーみたいな感じで、まあ、いやいや、あの、野遊的に言われることがあるんですけど、やっぱり古い体質の会社 って多いと思いますけどね役員の構成とか見てもう年功序列で結構年のいってる人しか役員にいないとかっていう会社も基本的に JTC の度合い強いと思っていて今みたいな大きな構造変換が起こった時に新しく転換できるかってやっぱり難しいと思うんですよね比較的若い企業フィンテックのベンチャーとかであればもう経営者からして若いので発想はその全然変わってると思うんですけどまだやっぱり日本の大企業の大半って 古い体質のところが多いと思うので、世界の波に遅れやすいし、効率なことに人的資産とか、あるいはお金の投資とかを使っちゃう気はしますね。<coughs> 変わるのはまだやっぱ本当に10年、20年かかっちゃうんじゃないですか。<coughs> そうこう印にもどんどん、あの、海外の強い企業と差をつけられちゃうと思いますけど。まあ、だからその辺気づいて動ける企業は逆にチャンスも多いと思いますし、動ける個人もそうですよね。それもチャンスは広がってるっていう意味。 はあると思いますけどね投資の環境的に言うと、そこまで日本は、はい、日本株を押しなべてインデックスで買えるかっていうと、まあ、2択ならやっぱりアメリカ株買いたくなりますし、で、日本の企業の中でも買うのであれば、20世紀型の意識が残っていそうな企業は、まず弾き、いて、えー、買いたいなっていうふうには思いますけどね、買うとするならばですけど。堀江さんが思ってる以上に、多分まだまだ、旧滞然とした企業文化は強いと思いますね。企業文化ね うん変わらなそうですね、それはね。まあそこ僕,は僕らは気にしてもしょうがないのかもしれないですけどね。変わり得るとすれば、結構今その若い人って、 で、20代、30代の人は、その会社にずっと縛られないっていう意識が広がってきてるのはあるんですよね。新入社員でももう5年以内にこの会社辞めるつもりだって言ってるのが半分ぐらいいるみたいな調査もあったりして、それって、私は18年ぐらい、19年前ぐらいに会社入ったんですけど、その時と比べても劇的に変わってきてる感じはあるんですよ。私が新入社員の頃は、まだやっぱりこう、基本一つの会社にいて、できれば出世してみたいな意識ってもっと強かったと思いますし、それ変わってきてるので、そういう人たちが世代的にマジョリティになってきて、 来れば劇的に変わるしで、20代30代の人がもうこの会社もやってらんね。えって言って転職するのがどんどん出てくると会社としてももうその人がいなくなっちゃうと事業回らなくなるので、そこでちょっと意識転換がこここの先数年ぐらいで起こってくればいいな。でも多分なかなかいかないだろうなぐらいの感じのイメージですね。んみんなあれなんですかね。人生が割と短いことはどうでもいいんですかね。ここまで考えてないんですね。今ちょうどね。僕ねタワーマン文学みたいに読んでて。 ああ、はい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 。そこに出てくる登場人物が、僕より年下なのになんかすごいそういうことで悩んでるんで、タワーマンの低層階に住んでて高層階に住んでる人たちを羨みながら、この教育どうしようみたいな、すごいな,なと思う <laughs> でも、うん、あの、水保銀行らしき銀行に勤めてますみたいな。たままん文学的な人がどれぐらい東京にいるのか私も実態はよくわかんないですけども、俗っぽい、こう、見栄とか、あの他の人よりちょっとよい,い暮らしをしたいみたいな意識って薄れてきてるような気がするんですけどね。あんまりこう、出世とかお金とかに対する欲望 でその2000年代初めの頃と比べると、そこまで意識しない人が増えてる、むしろこうなんか働きやすいとか、うんあの、あるいは会社以外の。ね、じゃあ、た、うん、それって少子化とかともつながってると思いませんかあそうだと思います、でやっぱりこう、まあ、日本経済停滞してるって言っても、小さい頃やっぱり基本的に生活、最低限の生活は気持ちよく送れる社会になってるわけですし、少しでも金を稼ぐことが、自分自身の人生を高めていくっていう図式があんまり持たなくなってきてんじゃないのかなっていう気がします 少子化対策みたいなことを今すごくやってるわけじゃないですか。はい、中国の一人っ子政策を見てみても、わかる通り、はい、その政府がやるその人口、 をいいいじろううととするる政策ってってて絶対まくかなな思派んですねでも少子化ってタワマン文学の人たちの金銭的な身を張るみたいな話だったりとか、うん、その一つの会社にずっとしがみつく終身雇用みたいな話が崩壊する時の話にすごく僕は似てると思うんですけどぶっちゃけこまあ子供が欲しい子供が好きだ子供を育てたいと思ってる人は いると思うんですけど、そうじゃない人も僕は結構な数いると思うんですね。うん、だけど、その同調圧力でなんとなく結婚してなんとなく子供作って、うん 育ててますててますみたたいいいなな人もたくさんいるわけじゃないですか、うん、でそういった人たちが、うん、子供なんか別に作らなくてもいいじゃん、人生楽しもうよみたいな感じになった時に、うん、まあ出生率なんて簡単に一応あるし、それって絶対人口減になっていくわけじゃないですか。で、経済的に言うとやっぱり人口ボーナスっていうか、その人口が増えてる局面っていうのを経済発展しやすいわけですけど、人口減少局面っていうのはそうじゃないじゃないですか。うん、そうですね、はい。 やったととこころろで体質人口は増えるるどころか減そうは言ってもまあお金は一因ではあると思うので補助金出すとか保育園を整備するとかはやっておけばその減る度合いは多少は抑えられると思うのでまあ私は財政はいろんなところに無駄遣いするぐらいだったら少子化対策になるべく使って少しでもお金が要因で産まないって言ってる人の対応はした方がいいとは思いますけどねただやっぱりおっしゃるように価値観が変わってきてるのでそこの部分は政府がどうこうできることじゃないですよね。明ららかかにこれから 世の中は5年後なのか10年後なのかガラリと変わって多くの人たちがやってるくだらない仕事は全廃されます。淘汰されるんでしょうがないんですけど、淘汰される時代が絶対に来ます。いつかはちょっと明言できないんですけど5年後なのか10年後なのかわかりませんが絶対来るんで。